んだどうもそうじゃないそうですということで、まずですね、ちょっと皆さんに報告がありまして、ついに髪の毛切りました。オタクの髪切った報告一番いらん、お前。マジでいらん、お前。ねえ、いや、髪切っちゃったんですけどね。ぜひ皆さんね、髪短い方がいいか長い方がいいかね、コメント欄で教えていただけたらなと思います。まあ、そんなね、ちょっとどうでも、そんなことはどうでもいいんですよね。オタクが髪切った話はね、僕が髪切った話はどうでもいいとして、まあ、今回はですね、まあ、ちょっとここ最近で、まあ、個人的に、神なね、これ絶対見てほしいなって、見るべきだなっていう動画がね、ポンポンとこう、公開されたので、劇的に来るね、オタクが、ね、神動画語る回なんですけどもね。もし万が一こう、知らない人とか見てない人いたら、絶対見た方がいいよっていうね、動画、二つほどね、最近でありましたので、それを紹介していきたいなと思います。はい、じゃあね、まず一つ目は、まあ、これちょっと、というか、まあ、結構前なんですけど、紅白ですね、2023年の、紅白の乃木坂ちゃんたちのパフォーマンス、の動画ですね。お一人様天国2023で披露しまして、まあ僕もね、それ別でこう動画、感想動画出しましたけれども、もう本当に素晴らしかったじゃないですか。その、乃木坂ちゃんたちがね、披露した、お一人様天国紅白歌合戦で披露した、お一人様天国のパフォーマンスの映像がね、見られますよっていうことで、それが NHK ミュージックの公式 YouTube チャンネルかな。乃木坂だけじゃなくて、全アーティストなのかなのパフォーマンスの動画っていうのが公開されてまして、まあこれもちろんね、そのフルではないんですけど、さすがにね、さすがにフルでは全然、ないんですけど、乃木坂で言うとお一人様天国のだいたい44秒ぐらいだったかな、まあだからダイジェストというかみたいな感じではあるんですけど、だいたい44秒ぐらいの動画になっていて、でどこのシーンかっていうと、凪のイッツァシングルライフから始まるんですよ。その動画イッツァシングルライフからこうサビと、あと C メロかな、パートナーいなきゃ問題ないぐらいで終わるんですよ、動画が。だからそこのイッツァシングルライフからサビで C メロが見れますよっていうね、感じになっていて、その動画がね、乃木坂ちゃんたちのお一人様天国の動画が公開されてるということでね。まあほんとさっきも言ったようにね、この紅白でのお一人様天国めちゃくちゃ良かったし、ヤギがセンターでね、もう全員で披露して、もうめちゃめちゃ素晴らしいね。みんなの美女もえぐいしね、メンバーの美女もえぐいし、ほんと最高のパフォーマンスだったので、まあフルではもちろん見れないですけど、YouTube ではね、その動画では見れないですけど、一部ではありますけど、もう凪のイッツァシングルライフから始まる時点でもう見るの確定じゃん。ね、これ最高やんっていう感じなんで、まあ一部ではありますけど、紅白でのね、乃木坂ちゃんたちのお一人様天国が見れる動画上がってますので、もうこれ最高だったんでね。しかもやっぱ動画短い、一部ってことでね、動画短いからもう何回でも見れるからね。一日何回見れるかなみたいな動画でもう何回でも見れちゃうんで、ぜひね、まだ見てない人いたら見てみてください。で、もう一つの動画がですね、乃木坂配信中にて公開された、2023年ラストの乃木坂工事中収録の裏側をお届けというね、こちらの動画皆さん見ましたでしょうか。で、これは2日前かな、一昨日、公開された動画なんですけど、これが乃木坂配信中2024年一発目の動画ですかね。まあショートでね、明けおめ動画上がってましたけど、その動画っていうところ、ショート以外の動画っていうところで言うと、2024年一発目の乃木坂配信中の動画でしたよっていう、これがもう最高でした。もう見た人だったらね、わかると思うんですけど、もうこれ最高だったんで、でまあちょっとこの後ね、その内容、動画の内容について、まあネタバレというか、話しちゃうんで、ぜひまだ見てない人はね、その動画見てからまたこの動画に戻ってみ、来てもらえるとありがたいなと思うんですけど、皆さん見ましたかね。本当にもう良かったね。2024年一発目の動画でこれ出してくれたら、もう2024年も乃木坂配信中最高やんと。ねえ、ってなる一発目の動画でしたけども、まず動画の最初で明けましておめでとうございますから始まったもんね。ね、今年もよろしくお願いしますから始まって、まあ大体やっぱ僕なんてもんはさ、メンバーからの明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますぐらいでしかこう、ね、新年感じないからさ、ああ、年変わったんだなっていうのを感じないから、ね、この動画で僕感じたよね。あ、2024年なったんだなってね、感じたよね。そっから始まって、で、まあこの動画では、こうメンバーのカメラ、メンバーがこう自撮りなんかみたいな感じでカメラ持って、こう話すところと、あとは固定カメラ、楽屋に固定カメラが一つあって、そこにメンバーが来てこうお話しするみたいなね、だったと思うんですけど、そこで、2023年こう1年振り返ってどうだったかっていうところと、あとは2024年の抱負っていうのをね、それぞれメンバーが、こうたくさんのメンバーが、まあ全員ではなかったと思いますけど、こう話して、まして、もういろんなね、こうメンバーの2023年振り返りとか、2020年の抱負、いろんな抱負も聞けるので、まずそれが最高だしね。
それが最高だし、あとこの動画、初手5期生最高ね。初手、こう、さつきちゃんカメラみたいな。そう、さつきちゃんが自撮りカメラ持ってて、こう、いおきちゃんが最初2人でみたいな。あ、初手5期生最高っていう感じでね、ジョジョ園弁当こうね、紹介して食べてた、いおきちゃん、うま2つで出てましたからね、うまいおき出てましたから。今後はね、柴田カメラね、ゆなちゃんカメラがあって、そこでお弁当食べるゆみきちゃんとか、前髪ね、切ってた、レイちゃんとかね、あとはゆみきちゃんがこうカメラ持ってて、なんかこう鏡見せてたじゃないですか。鏡見せてて、そこの鏡に映ってたゆなちゃんとレイちゃん、めちゃめちゃ良かったですよね。めっちゃおもろかったなっていう。あとなんかここではね、通りかかったあやめんがね、ひょこってこう映ってましたけど、そういうの僕好きなんすよね。メンバーがカメラこうさ撮ってたりとか、まあ固定カメラのとこでもそうですけど、ちょっとこうね、メンバーに、通りかかった、偶然通りかかったメンバーがこうちょっと映りないよみたいな感じで入ってくる感じとかね、固定カメラにこうひょこっとこう入ってくるね、まあ、眉歌とかね、ひょこって感じでしたけど、ひょこってこう入ってくるところが好き。そこが好き、そのシーンが好きだったなっていう。あとはね、いろはちゃんとあやちゃんがね、固定カメラにの映ってる椅子にさ、ソファーに座ってて、そのいろはちゃんとあやちゃんを食べるミックね、でそのあとミックに食べられたあやちゃんがひょこって出てくるの可愛かったね。めちゃくちゃお前細かく語りやる。バナナマンさんからのね、差し入れでこうバナナケーキがありますよみたいな感じでね、紹介、結構たくさんのメンバーが紹介しててね、ここはやっぱアルノちゃんだよね。アルノちゃんがこうバナナケーキ食べててみたいな、でそれにちょっかい出すツンツンするね、ひなちゃんね、この二人のね絡みとかも面白かったし、さつきちゃんもなんかちょっとだるがらみしてたしね、アルノちゃんに、とこも良かったし、サクちゃんと5期生のね絡みも良かったですよね。あの固定カメラでさ、サクちゃんが最初来て、こう5期生ミックとあやちゃんといおきちゃんが3人がね、来てみたいな感じで、でここのね、あのあやちゃんがさ、あのサクちゃんに対してさっきこう歯磨きしてる時こう目合ってみたいな、歯磨きしてて目合ってドキッとしちゃいましたみたいな、めちゃくちゃ可愛いカミングアウト。めちゃくちゃ可愛い告白もありつつ、そのあやちゃんを見て可愛いってなってるミックも良かったんですよね。2024年の抱負でこうさくちゃんとミックのこうお互いこう話したいみたいな絡みも良かったしね。でここの5期生とさくちゃんの絡みね、めちゃくちゃ良かったし、あとはその後ついに歯磨きなぎ登場ね。まあ今回の動画、なぎはそんなこうね出てるところ少ない方ではあったんですけど、僕も動画見ててさ、確か30分ぐらいの動画だったんですけど、半分ぐらい来てこうやっとなぎが歯磨きして登場してきてね、固定カメラで歯磨きなぎがね登場して、その後なぎとさつきちゃんといおきちゃんといろはちゃんでチューチュートレイやってたからね、めちゃくちゃ回ってた、逆も行くんやみたいなねところもあったりとか、カッキーとまゆたのねシーンで、なんか2024年の抱負でカッキーがそのリアルで見られてもこう耐えられるようにしたいみたいなことを言ってて、それでこうリアルミーグリみたいなさ、オタクの真似をしてたじゃないですか、カッキーとまゆたんが、そのね感じがもうまんますぎてね。もうカッキーがこうねリアルで見られても可愛くこうね見られたいみたいな、耐えられるようにしたいっていうので、こうオタクがカッキーに合ってるのをこう再現してたじゃないですか、うっみたいな、うっみたいな感じのね、オタクの真似最高。あとは乃木坂工事中ね、今回乃木坂工事中の収録の裏側ってことで、実際乃木坂工事中のそのスタジオでの収録直前のね様子なんかもありまして、まゆたんカメラね、田村カメラでね、まゆたんがさくちゃんにねだるがらみしてたのもね、よかったしね、前髪パツンだねみたいなね、鼻っぽみしょれなみたいなね、感じのもよかったし、あとはモノポリですね、モノポリの歌収録もねこの日あったっていうことで、スタジオでのモノポリ歌収録の時の様子なんかも ね見れたりとか、まあ、モノポリの衣装のメンバーもね可愛かったし、あとはカッキーとユナちゃんの衣装解説もね、よかったりとかね、スカートが綿毛なんやでみたいな言ってたよね。そんな感じではなかったけど、スカートのところが綿毛になってるみたいなね、話してたりとか、あとこのペダル漕ぎチームのね、ナギとレンタもよかったね、水木がこうカメラ持ってるみたいな、このペダルをのとこのあそこの2人ねいいですよね。でポイントは最初に目を合わせるっていうね、ところでヨダちゃんは目合わせないみたいなね話もしてましたけども、ここのね2人も良かったし、でそのね2人が話してる後ろでわちゃわちゃしてる5期生ね、さつきちゃんとミックとテレバンね回ったりとかしてね、でそれに気づいた水木がカメラね近づいてってみたいな、5期生と水木かなと思ったらクロミちゃんいたみたいな。ね、クロミちゃんいたみたいなところも面白かったしね。で、この動画の最後は、久保下、ね、久保ちゃん、水木梅ちゃんで締めてくれるっていうね、この3人ので締めてくれるっていうのがもう最高じゃないですか。やっぱキャプテンとね、2023年新たな乃木坂46をこうね、先頭に立って引っ張った3年2枚目シングルヒット夢を2度見るダブルセンターでね、引っ張っていったこの2人と、ね、キャプテンで、本当にこう乃木坂46、今の乃木坂46を引っ張ってってる3人で最後動画締めてるのがね、めちゃくちゃ
良かったなと思いました。はい、まあそんな感じでだいぶ細かく語っちゃったんですけども ね結構細かく語っちゃいましたけど、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。